練馬総合運動場で23日、都内各地域の代表チームが対戦する爽やか少年野球大会開会式が行われました。子ども同士の交流、親睦を深めることを目的に始まり、今年で20年を迎えたこの大会。現在は東京23区、10市から36の代表チームが出場し、競い合う大きな大会となっています。大会はトーナメント形式で進められ、優勝を争います。なお、決勝戦は11月13日日曜日に開催される予定です。